ライクショット。こんにちは、 X フラッグの中の一人 X、 はい、ゆきのしんです。はい、ということで今回はこちら、じゃーん、 P47。 すごい、なんだ、また力強いですね。ね、グーパンいい感じですね。はい、ということで見ていきましょう。はい、それではこちらステータスとなっております。貫通&ゲージの砲撃型アビリティが飛行、アンチウィンドウ、アクシスキラー M、 ゲージでアンチブロック、友情コンボがメインで超強バラージショットガン、サブで超強フレア、ストライクショットが触れた最初の敵でフレアを放ち周囲の敵を巻き込み大ダメージ。こちらが1段階目16ターン、2段階目が24ターンとなっております。はい、ということでこちら砲撃型の超強バラージショットガン、すごい来ましたね。ねえ、うんうん、これなんかもう近くの敵やった後、まあ、それ倒しきったらまたそっち次のね敵に向かって行ってくれたりとか、はい、かなり使い勝手いいの で、 です、ね、これ砲撃型ってずるいですね。結構溶かしていけそうな感じですね。はい、はい、で調教フレアもあったりするので、うん、周りをね巻き込みつつ、はい、弱点とかね捉えるとまたそれも良さそうですよね。はい、すごそう。はい、そして、アクシスキラー M 持っているのでこれも乗ってくると。アクシスキラーすごいですね。そして、ストライクショットで、まあ、フレアを放ち周囲の敵を巻き込み大ダメージということなんですけれども、うん、結構ね大体こう麻痺とかもあったりとかするので、うんうんうん、これも助かりますし、そこもね後押しになりますよね。はい、はい、ということで今回はパインのステージで見せていこうと思います。はい、それではちょっと横にジャキジャキっと行ってみたいと思います。ちょっとあ、ブロック抜いてね。はい、ブロックちょっと抜いていきたいと思います。よいしょ。はいはいはい、おー、はい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 、いいですね、こういったね、うん、使い方もできると、はい、でもね、しっかりねキラーはベースについてるのでね、うん、もしキラーがある敵だとしても、はい、いいですね。はい、強っ。強くないですか？強っ待って、すっ、そんな今もうボス全部持っていきましたよ。勢いすごくないですか？すごかった、全部入ってってたね。すごいですね、威力が半端ない。強い強い強い。はい、それではまあアンチブロックも持ってるのでしっかり、はい、みんなに当たっていけますね。こんな感じで、あ、素敵、あ、2体で、うおー、フレアも強い、強い、いや、いい友情すごいな、かなり巻き込んでいきますね。はい、うわー、うわ、すごい、めがけていくからこの削りようはやばいですね。すごいですね。はい、それではストライクショット1段階目打ちたいと思います。はい、ちょっと1当たりますね。よいしょ。はい、絶対絶命を覆す、それがヒーローの条件さ、私に任せろ。すごい、これ助かりますね。いいですね。でも麻痺させてる間にね、うん、ポンと、うん、倒せるといった感じでございます。素敵です。はい、それではストライクショット打っていきたいと思います。ちょっと横にジャキッといきたいと思います。はい、はい、絶対絶命を覆す、それがヒーローの条件さ、私に任せろ。見えないぐらい持っていっちゃいましたね。早すぎましたね。はい、それではストライクショット打っていきたいと思います。ちょっと、はい、じゃあちょっとね倒しちゃうので、はい、暴れていただいて、暴れたいと思います。いきます。はい、はい、絶対絶命を覆す、それがヒーローの条件さ、私に任せろ。フレア打った瞬間がやっぱ早いですね。そうですね、うん、一発のフレアが大きいですね。以上、重心化 P47 使っていきました。いや、砲撃型の超強バラージショットガン結構な威力ありましたね。
ね、いやもうすごい集中して3体分とか入った時、うん、やばかったですね。すごい秒で減っていきましたからすごい楽しかったですね。はい、はい、皆さんもぜひ重心化してみてください。それではバイバイ、バイバイ。